どうも皆さんこんにちは、まことでーす。はい、かとでーす。たっちゃん、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。上田くんの入所のきっかけ。テレビで踊っている今井翼くんを見てかっこいいなと思い、両親を説得し自ら履歴書を送ったって。そうなんだ。で、1998年6月。活躍してたんや、テレビで。もうそうだね、テレビの世界の人で。あ、だからいろんな雑誌で翼くんって言ってたんや。うん、もう完全に憧れよね、あの人に会うためにっていう感じだから。すげえな。だから滝翼は本当にね、今を、まあ、昔彩った人だけど、その人たちのおかげで今のたっちゃんがあるって、今のカトゥーンがあるってことでしょ。自ら履歴書を送るってもなかなか珍しいもんね。結構さ、お母さんとかお母さんの友達とか、まあ同級生だったりさ、そういう人たちが送ってるイメージがあったけど。で、これユッチの時も言いましたけど、ジャニーズジュニアなユニット BBD のメンバーとして活動する。この時にユッチとたっちゃんは出会っているというわけですね。2001年に NHK 総合ポップジャム、あ、懐かしい、光一くんのやつだね、の専属バックダンサー、光一くんの専属バックダンサーとして結成したカトゥーンのメンバーに選ばれた。専属やからすごいね、エリートやね。そうね、専属、まあ抜擢された感じよね、あの6人がね。で、2006年3月22日シングルリアルフェイスで CD デビュー。デビューしてすぐぐらいですね、達也くんから、うん、はい、妖精が見えるという話をしていらっしゃったので、あの、ね、なんかガクトみたいな、うん、ちょっとトゲトゲしいアクセサリーをつけるようなファッションやつ。金髪でめちゃくちゃショートカット、ショートカットって言い方おかしい、今のあの誠氏みたいな、あ、まあ、こんぐらいか、頭で、うん、トゲトゲのアクセサリーつけて攻撃的な感じの、うん、で妖精さんが見えるっていう。そのギャップが激しいなソロコンサートもやってるね。2008年9月から9月8日から9月21日まで初のソロコンサート、マウスピースを開催。いや、これね、グッズとかも可愛かったんですよ。マウスピースってあのマウスやから、あのね、うん、ネズミ。あ、マウスピースってあの、そのボクシングのあれやけど、うん、ネズミ。あ、完全にもうその頃からやっぱボクシング好きだったんだね。あ、多分好きやったんやと思う、ね、体を鍛えること自体がね、うんうんうん、でもその頃かな、ウィッグかぶってめちゃくちゃ女の子みたいな、うん、甘栗時代と呼ばれてるらしいですね。甘栗達也時代がありますので、あの頃好きな方も多いのではないでしょうかね。そうですね。次、舞台。2009年ロミオとジュリエットで初主演を務める。あー、やってたやってた、ロミオとジュリエットか。なんか舞台とかミュージカルのイメージが強いわ、やっぱたっちゃん。うんうん、うん、そうね、今ももうドラマより舞台が多いね。そうね、そういう感じがする。あの、躍動感あふれるような演技が多いっていう感じがする、非常に。やっぱドラマじゃね、ドラマとか映画じゃ映せないであろう、そういう現実味を帯びた人間を描くのがすごい上手いんじゃない。で、たっちゃんキンキンでね、ミュージカルまたやってます。もうやってるよね、バードランド。うん、ロックスター、ほんとね、たっちゃんっていう感じだね、ロックスターだからさ。今回のバードランドもそうなんだけど、2019年はね、ポリティカルマザーザコレオグラファーズカットも、まあ、海外の戯曲が舞台化ミュージカル化されて、それのまた主演をやってたんだよね。だ、結構海外系に縁があるのかもしれないね、たっちゃんはね。そうだよね。うん、改めて上田達也くん誕生日おめでとう。おめでとうございます。素敵な1年を。